ママ徳元気ラジオ。この番組は合わせ小学校前おいしい雑貨やシャムス、子ども服子ども用品、制服のリユース&アウトレットのお店マムズマート那覇新都心ストア、初めての塾は学研教室、教室丸ごと教材ですの学研教室、以上各社の提供でお届けします。合図なの、どんなあなたも許してさ、次のステージ行きましょう。はい、おはようございます。むぎゅー、今週も始まりましたママ徳元気ラジオ。パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラー、そして褒め合いマスタートレーナーの堀江里美です。はい、今日もねいいお天気になりました。でもねなんかね沖縄はね片吹い、結構片吹いがねあちこちあるんですよね。で洗濯物晴れてるからってね安心して干してきたら急にね雨降って濡れちゃったとかね、まあ洗濯物はまだいいんですけれども、布団とかね干した時にね大変なんですよね。はい、でもまあ今日もね、こちらのスタジオからね海見えますけれども、青くてね綺麗な海ですね。ママ徳元気ラジオ、今日も元気よくいきたいと思います。さてママ徳元気ラジオ、この番組はママはもちろんママじゃなくても心も体もお財布も聞けば何かしら得する情報、聞けばなんだか元気になる情報をお届けしようという番組です。番組ではメッセージを募集しています。おすすめの情報やお得な情報、そしてねあなたの最近の良かったこととか嬉しかったこととか、でそういうね、メッセージどうぞお寄せください。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。また FM ギノワンではユーストリームで動画を配信しています。サイマルラジオもやっていますね。電波の入らない地域でもスマホやパソコンがあればホームページから見ることができますので、ラジオの聞かない地域のお友達にも教えてあげてください。さあ元気よくいきますよ。まずはこのコーナーからいきます。マムズマートで広がる笑顔の輪ということで、今日はねすごくね優しい雰囲気のねゲストさん、ほわって感じのねゲストさん来てますので紹介したいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。はい、ではですね事前にね、質問の方ね準備してますので答えていただきましょう。まず1番目、お名前を教えてください。はい、ママとベビーの笑顔が100倍になるお教室とスクールを行っております、メリリーのともり静香と申します。はい、ともり静香さん、よろしくお願いします。ね、ママとベビーちゃんが、ね、笑顔になれるお教室、ね、はい、じゃあ静香さん、お子さんもいらっしゃいますか？はい、おります。一人、はい、今もう何歳になりますか？17歳、はい、高校2年生、はい、はい、もう大きなお子さん、ね、はい、ですね。はい、じゃあ2番目ですね、はい、静香さんのじゃあ仕事とか、はい、普段の活動とか、ね、趣味とか、はい、いろんなこと、ね、お聞かせください。普段はどんなことやっていますか？はい、育児中のママがホッとできる場所作りやベビーマッサージの技術をお伝えして、毎日が楽しくなる育児方法をお伝えしています。あ、はい、はい、ベビーマッサージを基本に、ね、いろいろ教えながら、はい、毎日がさらに、ね、こう楽しくなる、子育てももっともっと楽しくなるようないろんなね、はい、でそしてホッとできる場所、はい、やっぱ必要ですね、ホッとできる場所ね。はい、はい、で、じゃあ、3番目いきますけれども、はい、で早速褒め合いのお付き合いください、はい、じゃあ静香さんのねいいところ、好きなところを読み上げて、最後にそんな私って素敵とかね、いいねとかね、何かね言葉をつけて締めくくってください。はい、よく笑う、ゆっくりな話し方がいい、マイペース、子どものお弁当を毎日欠かさず作っている頑張り屋さん、旅行好き、自称超早口な自分で素敵素敵
自称早くていいですね、はいはい、でも本当にねこうゆっくりお話ししてくれる感じでなんか安心、ね、するできるような感じね本当伝わってきますね、はい、じゃあこんな風にですねラジオを聴きの、ね、ママたちも毎日自分を褒めて認める作業を、ね、していくと心にゆとりが生まれてきます。そうすると、まあ、できてないところとかね欠点とかあっても、まあ、こんなところもあるけど私って結構いいよねってねいう感じになりますので、まあ、自分自身を丸ごと受け入れて笑顔があふれて愛があふれてっていうね、なってきますのでまずこんな感じで自分からね実践していってください。はい、ではですね、静香さん、はい、4番目なんですが、はい、お金とか時間とか何の心配もなくて制限もなくて、ね、静香さんがやりたいことが何でも叶うとしたらどんなことをしたいですか。そうですね、子どもたちの将来が将来に大人になるって楽しそうとか、仕事するって面白そうって思える自分の可能性を広げられる場所づくりや体験づくりとか、そういった輪を広げていったりとかですね、あと育児中の女性が働きやすい環境整備に長時間の託児とか病児保育園とかですね、そういった施設を作ってみたいなって思います。かなりこう広くね、広い範囲だと思うんですけれども、まあ一つずつねしっかりと実現できると思いますので、はい、応援してますので、はい、ありがとうございます。ではですね次は、何か5番目ですが、静香さんからラジオを聞いているママたちへ笑顔が広がる情報、お得な情報とかね、はい、おすすめな情報とかありましたらお願いします。はい、子育てしながら外に出てお仕事するのは難しいとよくママから相談を受けたり、相談いただくんですが、はい、あとそれになかなか同じ世代の子どもたちがいるママとの出会いがなかったり、でそんな中ベビーマッサージはママ同士の出会いの場だったり、自分のペースで自宅でお仕事をできたり教室できたりとかっていう交流の場にもなったりとかもできるので、そういった活躍できるママたちからのニーズも高いので、そういった輪を広げていったりですね、その姿をお子さんにも見せていけられるお仕事としてのセラピストとしてのですね輪を広げていきたいと思っていますので、ご興味ある方はまたぜひお願いします。はい、ありがとうございます。ちなみに今静香さんはどういったところでベビーマッサージをね教えてらっしゃいますか。うん、そうです、今マムズマートさんの、3階の方でですね月に2回から3回ほどベビーマッサージの教室を開いております。これは定期的に開催してますか。だいたい第2第3あ第2第4とかの午前中とかで、午前中、はい、火曜日とかも決まってますか。そうですね、火曜日、火曜日の午前中 に、はい、午前中にベビーマッサージをやってて、これは申し込みとかはどんな感じでやりますか。直接私の方にお電話いただいてもいいですし、マムズマートさん の店頭の方で受付の方もさしておりますので、ぜひ、お声掛けしていただければ。わかりました、はい、ね、今ラジオを聞いてる、ね、ママたちの中で自分自身の、ね、子育てを楽しみながら、またさらにママ他のママたちと、ね、交流したり笑顔を広げていける、まあ、素敵な仕事だなって、ね、思われてる方もいらっしゃると思うんですけれども、そんなママたちに静香さんのブログとかもありますよね。はい、あります。なんて検索したら出てきますか。そうですね、浦添ベビーマッサージともりとかってやると大体出てきますか。浦添ベビーマッサージともりってね、はいはい、出てきますね。いろんな、はい、まあ、ベビーマッサージに関するお知らせとかもね、はい、そこ見たらわかりますかね。そうですね、はい、はい、じゃあブログの方もチェックしてみてください、はい、あとマムズマートの方に、ね、受講希望という方はマムズマートの電話番号が0989438630 0989438630までお問い合わせください。あとは出張のなんか講座とかももし依頼があれば受けますか。はい、そうですね、はい、サークルとかね。そうです、そうです、うん、はい、いろいろありますね、はい、はい、楽しみです。これからもう本当に子供ベビーちゃんとね触れ合ってね、こう触れ合いながらベビーちゃんも喜んで、でママもまた育児が楽しくなる、で癒されますよね、やっぱり、ね、触れ合うとね、はい、うん、そうです、はい、でそれをまた、ベビーマッサージの講座を通してママがまず元気になって、でベビーちゃんたちをゆとりを持って、ね、癒してあげるような、はい、そういうね素敵なお仕事ですね、はい、はい、であと
一つ、はい、ね、マムズマートの方にこう定期的に行かれてますが、うん、マムズマートの魅力ってどんなところでしょうか。すごい、いつあのママのサポートになるようなものがいっぱい、本当に食器だったり、うん、本当にベビーのグッズ、ヨーヨー服とかも、うん、でこんな時に必要っていうものがたくさん、もうすぐその場で手に入るっていう、この品の数、うん、すごいすごい、毎回すごいと思って見てます。本当ですよね、うん、もう育児ね、17歳なので、うん、終わってますけど、終わってますっていうか、まあベビーちゃんではないんですけど、うん、こんなの欲しいとかっていうのね、やっぱりありますよ ね、見たらね、まあ、これも欲しいんだから使えないですけど欲しいと思います、ね、本当にね、うちももう一番下が中3なんで、もうちょっとね、対象外ではあるんですけれどもでも本当になんかもうワクワクしますよね、ワクワクします、なんかこの見るだけで、そうそう、あーってね、もう一人産もうかなみたいななります、ね、そんな感じですよね。で、そうそう、マムズマートでもスタッフさん募集していますね、うん、なんかこの前ブログ見たらありました、うん、子育て中のママも安心して、ね、働ける環境です。で、まあ、週のうちの何日間とかね、相談していろいろできるようですので、そちらもね、マムズマートの方に問い合わせてみてください。あと、静香さん、何かね、ラジオをお聞きのママたちに何かメッセージありますか。はい、いつも育児ってあっという間って言われているんですが、真っ只中のお母さんは本当にそうなのって思うこともたくさんあると思うんですけど、本当に一日一日お子さんと触れ合うっていうこと、大切さをですね、楽しんでほしいなととても思います。はい、そうですね、はい、はい、ぜひね、一人で家に閉じこもらず、うん、ベビーちゃん連れてね、ベビーマッサージとかね、ママたち集まるような場所に行ってみてください。はい、では、マムズマートで広がる笑顔の輪、ともり静香さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そのまま後半ね、楽しんでいってください。はい、ではここであっちゃんの曲に行きたいと思います。この歌歌ってみましょうよ。
はい、ではここからお待ちかねね、第3火曜日はガナハレナさん、アシスタントママねやってくださってます。今日もね、すごいね、こう透明感がある優しい笑顔でね待ってますね。おはようございます。おはようございます。はい、レナさん、なんかスタジオ久しぶりですよね。そうですね、2ヶ月ぶりですね、うん、あ、そうだよね、うん、でその間になんかね、いろいろとありましたね、はい、お話聞かせてください。ありがとうございます。琉球スピリチュアルガイドおつね役、かなはれなと申します。ですね、実は私のドキュメンタリー映画が出来上がりまして、はい、先日マムスマートさんにて上映会をさせていただきました、うん、はい、でですね、このドキュメンタリー映画の中でいろんな、まあ、スピリチュアル面、見えない世界でですね、知っておいてほしいこと、いろいろ詰め込んでお話をさせていただいたんですが、先日のマムスマートさんでの上映会で、親と子の愛の絆を知るっていうトークセッションも行っておりました、うんうん、はい、でその中でですね、今日内容を話させていただこうかなって思ってるんですけども、はい、お願いします。お子様も実はお生まれになる前にこのお父さんとこのお母さんの間に生まれたいなと思って生まれてきていらっしゃいます。でもっと深く言うとですね、お父さんとお母さんも実はお子様をお父さんお母さんが生まれる前にお子様と約束を決めていらっしゃるんですよ。この話をするとちょっと長くなってしまうんですけれども、うん、もしお子様がね、今小さくて、だいたい 2,3 歳のお子様、喋り始めたお子様でしたら、お腹の中にいる時ってどんなこと考えていたとか、どんな世界だったとかね、うん、聞いてみると、覚えている子もいるので、うん、またはもし輪廻転生があるとしたら、その前世は自分はどんなことしていたよってお話しすること子もいらっしゃると思います。よかったらちょっとこの機会にね聞いてみてください、うん、そうですね、はい、何か質問とかありますか、うん、でこの体内記憶っていうものと、はい、それよりももっと前の記憶を持ってる子もいるってことですね。はい、すごく興味深いですね。うちの子も大きいからね忘れちゃってると思うんですけどぜひ本当ね、こう小さいお子さんねいらっしゃったら、うん、ね、聞いてみるといいですね、うん、でこの前のマムズマートの前にもね、1回目の上映の時に私も参加しましたが、はい、すごく見ててなんかなんだ、心が洗われるっていうか、あ、嬉しいです、ね、でいろんなことの確認、うん、あ、やっぱりそうだよねみたいな気持ちになったりとか、でなんかこうこれからの自分にワクワクしたりだとか、いろんなことがね、こう受け取ったんですけれども、はい、このマムズマートでの上映会の時にはまあ、ママと子どもたちも参加とかしてましたか？そうですね、親子での参加の方がすごく多くて、うん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 、子どもたちの反応はどんな感じでした？お子様がですね、生後半年のお子様から高校生のお子様まで幅広くいらっしゃっていて、はい、うん、でやっぱり不思議な感じがするとか、うん、お腹の中の記憶を覚えてるよって、うん、言ってくれた子も、あ、そうなんだ、あとまだお腹の中の記憶、それ以前の、うん、前世とかのね、天国の国に行った時の記憶を話してくれた方もいらっしゃいました。へー、そうなんだ、うん、これからまたぜひいろんなところで上映して、で本当にこう子どもたちもね、はい、ママたちもいろいろまた見て感じてほしいですね、うん、でこれはもし上映したいなと思ったら、うん、レナさんのところに連絡したらいいですか？はい、私のところに連絡していただけると、うん、いただけたら、うん、プロジェクターとか、うん、音響とかね、全部セット持っていってやりますので。そうなんだ、すごい準備しました。じゃあそういう設備がないからっていうのも全然関係なく、白い壁があれば、うん、白い壁があれば、はい、あとはいろいろと相談しながら、はい、ちゃんとこう作り上げていけるように、はい、あ、いいですね、していきます、はい、まずはじゃあ沖縄県内でたくさんね、いろんなところで上映していただいて、はい、県外もね、また、ね、はい、準備が整ったら行きますよね、はい、ぜひ、うん、ぜひ本当にたくさんの方に見ていただきたい素敵な映画だなと思いましたので、嬉しいです、はい、ラジオお聞きの、ね、方も
もしかしたら本当にあの小さいこのサークルとか、はいね、あのママたちのサークルですとかあの児童館とか、うん、そんなところでも ね、これから夏休みだしいろんなところでね、うん、上映してもらうといいかもしれないですね。いいですね、うん、夢が広がります。そうですね年合わせの輪をつなげていきたいですね、うん、たくさんたくさん本当ですよね、うん、でじゃあ、レナさんへの連絡はどうやったらいいですか。はい、琉球スピリチュアルガイドのホームページから、うん、メッセージを送っていただくか、琉球スピリチュアルガイドのフェイスブックからメッセージを、うん、はい、送ってください。はい、琉球スピリチュアルガイド、ね、ホームページ見てください。あのどんなことが載ってますか、ホームページには。まずホームページにはですね、うん、私が普段行っている、まあ、お仕事の活動として、うん、沖縄の聖地巡り、うんうん、と、スピリチュアルカウンセリング、見えない世界でのご相談事とか、はいはい、こういったことを載っていて、あとブログの中にもあの見えない世界の対処方法とかね、困っている時にこうしたらいいってことも、はい、載せてあります。そうですね、映画の情報も、うん、はい、もちろん載せているので、はい、見てください。うん、やっぱりあの沖縄ってね、こう目に見えない世界ね、ご先祖様だったりとかすごい身近にあるんだけど、うん、でもあんまりよくわからないっていう部分が ね、みんなあると思うんですが、そういうものもあの誰に聞いていいかわからないってことね、あるかもしれないんですが、レナさんのブログとかね、うん、ホームページ見るといろんなヒントがね、うん、もらえるかもしれませんね。それを見て、はい、どうぞどうぞ、はい、それを見て、あの分からないから怖いを、うん、あの知って感謝に変えていく、うんうん、ありがとうの気持ちに変えていけるものに、はい、そうですね、伝えて、そういったことを伝えていってますね、うん、いいですね。本当に分からないと不安になったりとかしますけど、しっかり分かるとね、あのといろんなことがありがとうってね、受け取れたりね、うん、しますもんね。はい、ぜひ琉球スピリチュアルガイド、ガナハレナさんのホームページとかブログとか見てくださいね。はい、ではレナさん、今日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では、学研教室からのお知らせです。学研教室ではただいまね、夏の特別教室の、募集をしています。今回ね、9回コース、5回コースということで、もうそのね、一人一人に合わせた形で選べるようになっています。夏休みにちょっとね、旅行とかまとめて行ったりとかするときありますよね。そんなときは夏休みまるまる9回コースっていうのできないって、そういう方でも5回コースでしたらね、夏休みの前半だけとか後半だけとかね、区切っていけますし、また前半と後半の間に旅行行って挟んでとかね、いろんなプランがあると思いますので、まずは学研教室のホームページ検索して、お近くの学研教室、教室検索っていうところを見てみると、近くの学研教室いろいろと見ることができます。写真だって、教室の写真だったり、この先生のね、いろんな考え方が載ってたりとかね、でまた夏休みの時間帯、普段と変更になったりとかしていますが、そういうものもね、詳しく載ってますので、ぜひね、お近くの学研教室を検索していってみてください。あと無料体験学習もやっていますので、気軽に学研教室訪ねていってみてください。では、ね、あっという間の30分、ママの元気サポーター、チャイルドカウンセラー堀江里美がお付き合いしました。今日はね、ガナハレナさん、スピリチュアルカウンセラーのガナハレナさんと、ベビーマッサージのともり静香さん、じゃあ最後に一言ずつどうぞ。また遊びに来てくださいね、ともり静香さんね。でレナさんはまたぜひ来月もね、はい、なるべく来て、楽しくこうやってね、役に立つお話聞かせてください。では、はい、せーの、最後に一緒にむぎゅーお願いしていいですか。せーの、むぎゅー。